プロレスファンの皆様こんばんは。全日本プロレスジャイアントシリーズ開幕戦と同様に再び後楽園ホールに戻ってまいりました。ジャイアントシリーズは九州、中国、北海道、東北、信越と日本中をサーキットしておりまして、そろそろ終盤に入ってまいりました。リング上は極道コンビのグレート小鹿、大熊元志組、そして韓国の指定コンビはおなじみのキムドク、大金太郎組のタッグマッチ30分一本勝負であります。放送席の方は解説、東京スポーツ新聞社の山田隆さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。最近はすっかりストロングスタイルに変身いたしました。そのキムドクであります、リング上4選手ともこの後国際プロレスの日本リーグ走破戦というシリーズに参加するという意思表明をしていますよね。そうですね。そういった中で、海外からも日系のレスラーが帰ってきておりますけれども、ミスター桜田和夫選手も3年ぶりの凱旋帰国、あるいはフリーの大野海、あるいはミスター人、そういったレスラーが続々と帰っていますので、リング登場の4人もですね、隙あらばその優勝というふうに狙っているようですね。これはやはりね、かなりその大きなイベントなんで、どのレスラーもあわよくば優勝ということをね、これはしっかり狙ってますね、特にその若い桜田君あたりがアメリカの修行、さらにはカナダ、そして今度はですね、ドイツのハノーバーのビッグトーナメントに46日間出場して、大変な好成績を上げて帰ってきた、私もあったんですが、成長著しいものがありますんで、みんなが相当マークしてるみたいですね、その他全日本からはジャンボ鶴田、ロッキー畑といったレスラーも参加いたします。それから12月に入りますと、もう全世界注目の78年度世界最強タッグ決定リーグ戦というのがありまして、リング上の韓国の指定コンビもですね、インタータッグのチャンピオンとしては登場できませんけれども、その世界最強の決定リーグ戦で一暴れも二暴れもしたいというようなこともね、言ってますよね。そうでしょうね、この世界最強タッグ決定リーグ戦というのはもう本当にね、国の内外、アメリカのマット界でも今大変な評判になってますからね、今度は6チームという大変に厳選されたその強いチームによって争われるわけですがね、本当にこれで優勝チームが決まるとですね、この日本のマット界だけじゃなくてアメリカでも大評判になるでしょうね。ちょっと大木が捕まっています。そして大熊をずっと突進して韓国サイドのコーナーに持ってまいりました。さあ、そろそろ韓国の指定コンビもコンビネーションにうまく歯車が回っているようであります。そしてカウンターのパンチ攻撃、キムドクであります。珍しく大熊がちょっと待ってくれというような、そういう表情を浮かべました。しかしこの辺が極道コンビです。この辺が極道コンビ、何を考えているか、本当に海戦山戦のレスリングを展開してまいりました。そういった経歴があるだけに分かりません。ロープに飛ばして、あーとドロップキックですが、ちょっとカウンターでは浅いですね。浅いですね、はい、ちょっとね、距離がありすぎましたね。どちらかというとドロップキック、体重がちょっと下半身落ち気味に当たるんですけどもね、大熊選手の場合は。さあ、そのままフライングのヘッドバットです。大熊のフライングの頭突き攻撃、カウントは2、不十分。ちょっとキムドクが捕まりました。極道コンビの陣地内に捕まっています。グレート小鹿にタッチ、そしてカウンターのコブラツイスト、一瞬汗で滑ったようですが決まりました。コブラツイストに入りました。これはね、かけてるだけでね、もっと反らなきゃダメですね。ちょっと反り具合がグレート小鹿選手の腰が浮いてるような感じもいたしますね。それだけね、キムドクがパワーがあるから頑張ってるわけですよね。さあどうでしょうか、キムドクが余った左の腕で足を払って腰に乗せて投げました。しかしちょっとダメージが残っているようであります。本体の大金太郎にタッチであります。
まあ、あのコブラツイストなんかもね、はい、あのテレビでご覧になってる方は何か止まってるみたいな、これはどうでしょう、急所攻撃、よく、ね、馬場選手に大木が見せるような攻撃ですね。そうです、そうです、2人がかりで急所攻撃のような技を見せました、極道コンビであります。まあ、いった技はよく、因縁の馬場大木戦で大木選手が見せるんですが、うん、何やらあの控え室でですね、小鹿選手と大熊選手が何かこう密談をしていましたが、この技についてでしょうね。そうですね、まあ、あのアトミックドロップと見せかけてやったわけですね、はい、さあボディスラムです。師匠の馬場の敵を取るというような、そういった急所攻撃を見せました大熊グレート小鹿の極道コンビ。キムノクがボディスラムであります。そしてギロチンドロップ、足を落としました、喉元への攻撃であります。さあどうか、またもやドリルアホールパイルドライバーであります。さあしかしポジション的にロープが近い、大熊選手の左の足がやっと届いたようであります。ニードロップを落としました。この辺で韓国の指定コンビもなかなかいいタッチワークを見せています。さあこれだ、これが大木の頭突きです。セカンドロープを利用してのサイドからのこの攻撃、原爆頭突きです。一本足ですね、はい、これだ、今度は正面からいきます。さあどうか、そのまま決まったか、カウント3、うん、鮮やかであります。やはり強いですね頭突きは、はい、しかし3発使いましたね、一本足から原爆頭突きと3発の大木選手の石頭が炸裂、まあ、全日本ナンバーワンの石頭の大木までありましたけれども、ちょっとこれはたまりません。おそらくね、はい、普通の人なら1発で参ってたでしょう、うん、大熊君だから3発までこらえたんですが、はい、やはりダメですね、うん、しかし本当にすごい石頭であります。大木選手の攻撃が冴えました。今一つタッチワークから言いますと、韓国の指定コンビちょっとコンビネーションがあまりいいようには見えなかったですけどもね。そうですね、はい、しかしやはりパワーはありますね、極道コンビもなかなかよく2人の極道流のファイティングを展開しましたが、勝負の方は韓国の指定コンビが捕まえております。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより全国31局を結んでお送りしております。